なもん。うわ、はい、アキラです。まあ、鈴鹿の日本グランプリを、まあ、場外からレポートするシリーズですね。今ここ平田町の駅なんですけども、まあ、この駅から、まあ、歩いていく人もちらほらいるって感じですね。今日曜日の朝8時半ぐらいですね。8時40分ぐらいですね。まあ、平田町からは直接サーキットに行くバスはないんですけども、まあ、ホンダの工場前あたりから歩けば、まあ、距離は半分ぐらいな感じですけども、まあ、ここから歩いても、まあ、小1時間でサーキットに着くっていう感じなんですね。で、まあ、それらしい人が結構歩いてはいます。で、もう車の方は早速渋滞してますね。ああ、東京とか大阪のナンバーの車が結構走ってます。で、まあ、昨日まで台風で、まあ、関東では大変な被害が出たんですけども、幸いこの辺ではね、まあ、風はひどかったですけども、もう雨もすっかり上がって、ただね、まだ風が多少あるんで、予選がこのまま開始できるかどうかはちょっと分かりませんけども、でもおそらく午後になれば決勝は間違いなく開催できるでしょうという感じですね。この道はね、サーキットに行く道としては、まあ、裏道なんですけども、それでもしっかり渋滞してるんで、やっぱ相当人が集まるんですよね今日は。もうサーキットまではすぐそこなんですけども、結構渋滞してますね。いいですね、この辺の場外の駐車場はもう1日3000円ですね。まあ、書き入れ時って感じだね。さっき駅前で見てたら、平田町の駅前の辺ですね、あの辺の駐車場は1日置いても700円ぐらいなんですよ。で、なんか自転車を積んだ車でそこに置いて、まあ、自転車で移動するっていうような感じの人が結構ちらほらいましたね。まあ、非常に節約って意味ではね、賢いですね。なんか場外の駐車場は、まあ、1日で3000円から5000円っていう場所によって、まあ、そのぐらいのお金取るみたいですけども、まあ、それぐらいが相場かなという感じですね。あ、もう結構にぎわってますね。この辺もちょっと坂なんだけども、うっすら上り坂ですね。まあ、自転車で来るならこっちの道の方がでも坂が緩いから楽ですね。あのサーキット道路っていう、あのホンダの工場の前を通ってサーキットの方にこの先で合流する道があるんですけども、そっちの方は結構坂きついからね、まあ、自転車だと結構きついかもしれない。ああ、もう駐車場だいぶ入ってますね。もう大型バスが結構来てます。この奥になんかキャンプ場があったんだけど、テント大丈夫だったのかね。昨日結構風強かったからね、おそらくキャンプ場の人はね、なんかボーリング場に避難できたみたいですね。ああ、ここ駐車場の入り口です。ここはでも駐車券、前売りの駐車券がないと入れないんですね。ここはボーリング場ですね。
すごい人だな。もうだいぶ長蛇の列になってますね。ここへ入場する人がぞろぞろと列をなして、これゲートまで続いてるようですね。バイクの駐車場も しっかり並んでます。自転車はタダで置けるんだよね。ああ、やっぱ結構自転車も多いですね。今ちょうど9時の5分前ぐらいですけども、すごいな人が。すごい人数が歩いてます。この人たちもしかしたら出待ちしてるんじゃないかな。これドライバーの人はあれか、サーキットホテルからコースまで外側回って車で来るのかな。はい、歩道橋の上まで来ました。あ、テントを張り直すのかな、あれ。すごいね、こうサーキットにこんなに人入ってるの見るの、本当生で見るのは初めてじゃないかな。晴れ渡って伊勢湾が光り輝いてるね。ああ、なんかカートも盛況だな。うちはこんな感じですね。すごいな、もう。だいぶ入ってますね。ああ、結構すごい。こんなに人が入ってんの。ここね、サーキットの一番奥の方ですね。こうチャリで来れるんだね。まあこうなってるんでね、中は全然見えないですけども。あ、もうここ一番奥のあれか、ヘアピンですね。まあ、生の F1 のね、生の音ってあんまり聞いたことなかったんで、近くで聞ければいいかなと思って、まあちょっとポイントを探してブラブラしてみたんですけども、この辺なんか塀がね低いんでね、ここ場所どことは言わないけど、これ立体交差のとこですね。これもしかしたらこれここから見えるね。これ結構風強いんだけど、あ、走ってきた。あ、これ昔に比べると音はだいぶね静かで、迫力はないけど聞きやすいな。まあ、サーキットの周りからでも、まあ、
漁船の雰囲気は楽しめましたね。まあ本当はチケット買って見ないとね楽しめないけども、まあ音と雰囲気は楽しめました。